仁徳天皇、仁徳天皇、仁徳天皇、神宮皇后世五57年、仁徳天皇87年1月16日は、日本の第十六代天皇、在位、仁徳天皇元年1月3日同87年1月16日。王神天皇の第四巫女、母は五百条入彦巫女の孫、中津姫命、中津姫の巫女と、 4世紀末から5世紀前半に実在したとみられる。王神天皇の崩御の後、最も有力と目されていた皇太子の都道地イラツコ、宇治の脇イラツコと互いに行為を譲り合ったが、太子の皇居により即位したという。日本初期では行為を譲るための自殺と伝えられる。この間の3年は空位である。即位元年、南波高津宮に統一す。即位2年、 竹内すくねの孫娘の葛城の岩の姫のを、后とした。即位4年、人家のへっつい、かまどから、水煙が立ち上っていないことに気づいて3年間租税を、免除をした。その間は倹約のために、宮殿の屋根の茅屋さえ吹き替えなかったという危機の逸話。は、民のかまどに見られるように、仁徳天皇の知性は、人生として知られる。仁徳の寒風志望もこれに由来する。 租税再開後は大規模な考え工事を実施し、広大な伝授を得た。これらの業績から、仁徳天皇は制帝、ひじりの帝と称され、その知性は聖の世と称えられている。一方で、危機には、公職な天皇として、皇后の嫉妬に苛なまれる人間臭い一面も描かれている。即位三十年には、イボ妹の八田王女までも火にしようとしたことから、 激怒した皇后はついに山瀬のつつ岡をに別居するに至った。日本書紀では怒りを解かないまま皇后は即位三十五年に崩御、即位三十八年に天皇は八田王女を皇后とした。一方で古事記では天皇が八田王女を諦めたような描写がある。皇后との間には伊沢保明孫、李中天皇、住吉中墨子、水葉家孫、半税天皇、 おわさずまはクゴスクネソンいん天皇らを得た。またひなたかみとの間に、大草か王子、総公はたびびめ王女、有楽天皇皇后を得た。即位六十七年に、もうず、みみを両墓地と定め、即位八十七年に百十歳で崩御。古時期に八十三歳。寒風志望である、仁徳天皇は、代々の天皇と同様、奈良時代に、 大海の御船によって先進された。応神天皇四十年一月八日、兄の大山守る命と、大晦イソ尊は、父の天皇に、年長の子と年少の子は、どちらが、より愛おしいか、と尋ねられた。大山守る命が年長だと答えたが、大晦ソ尊は、末程の都道地いらつ子に後を継がせたいという父の気持ちを見抜いていたので、年少は、未だ未熟であり、 大変心配で愛おしいものですと答えた。一月二十四日、都道地伊達子は皇太子に、大晦イソンは太子の補佐役となり、大山守る命は山川林也を任せられた。翌年の応神天皇四十一年二月に、父御門が崩御すると、大山守る命は都道地伊達子から行位を奪おうと軍勢を整えた。大晦ザイミコとが都道地伊達子に、 これを知らせると、都道地イラツコは、大山守る命を罠にはめて、川に落として死させた。しかし即位が決定したはずの都道地イラツコは、大晦イソ村に行為を譲ろうとした。大晦イソ村はあくまで、都道地イラツコを即位させるつもりだったので三年も、続く行為の譲り合いが始まってしまう。貢ぎ物の届け先をめぐって会人が、右往左往する逸話が残っている。 事態を重く見たと同時にラツコは自ら死を選び、古事記では病死、大晦謝罪御子が即位することとなった。即位元年1月3日、南馬の高津宮に移した。大和国以外では初めての都となる。即位4年、天皇が高い山から国を見渡すと、どの家にも煙が昇っていなかった。これにより、民衆が炊事もできないほど貧しいことを知った。 そこで、今後3年間、課税を漏液をすべて取りやめることにした。そして自らは、宮の屋根が壊れ雨漏りしても直すこともしなかった。3年が経過した即位7年、再び山の上から国を眺めると、どの家からも煙が立ち上っていた。諸国は課税再開を要請したが、結局即位10年まで、課税停止は延長された。その後は、 河地平野一帯で大規模な治水工事を行った。日本初期には、次の辞跡が記されている。また、古事記には、次の通り記されている。即位二年三月、桂木卒彦の娘で、竹内すくねの孫にあたる桂木の岩の姫野を、皇后とした。南馬を拠点とする天皇にとって、山和を抑える桂木の氏は重要な同盟者だった。岩の姫野は、伊沢保明村。 水は家け村、おわさずま枠後すくねみことを生み、それぞれが、李中天皇、藩税天皇、陰行天皇となった。以降、桂木の氏は、皇室の外籍として、政権内で強大な権力を握った。仁徳天皇は他にも多くの火を持っていた。なおかつ皇后の岩の姫の命は、嫉妬深い人物だったため、女性関係に悩むことになった。 古事記によると黒日売りという美人が日として宮中に召されたが、皇后の嫉妬を受け実家の日々に逃げ帰ったという。日本書記によると、即位十六年、女官の桑田久我姫、桑田の久が姫を気に入ったが、皇后の嫉妬が強くて召し上げられず嘆いた。即位十二年、今度はイボ妹の八田王女を日にしようとしたが、またしても皇后の反対で叶わなかった。 そして即位三十年九月、皇后が、縁のためのおつなかしを取りに帰国へ出かけた隙をついて、天皇は八王女とまぐわってしまった。帰ろ、このことを伝え聞いた皇后は取った葉をすべて捨てた。そうとは知らない天皇は皇后を迎えに、港まで行って、歌を読んだ。しかし、皇后の船は港を素通りした。皇后はそのまま川を遡り山瀬を通って、 実家のかつらぎノに帰ってしまった。そこで、天皇は家臣に歌を託して、皇后の機嫌を取ろうとした。皇后の心は変わらず、ついには、山瀬のつつき丘に宮を築いて引きこもってしまった。天皇は口持ち心、敵心の巣を使わしたが皇后は無視した。11月、ついに天皇は山瀬に行行う。道中で川の水に流れる桑の枝を見て、歌を詠んだ。 そして、筒木宮の前に着くと皇后に向かって、歌を詠んだ。それでも、皇后の怒りは解けず、別居状態が続いた。即位三十一年一月、皇后との間に生まれた長男の巨来実美子を、大使とした。即位三十五年、皇后が五年間の別居の末に、筒木宮で崩御。即位三十七年、野良山に葬られた。そして即位十八年に、八田王女が、 皇后になった。このようなこともあり、即位40年に日として望まれたメンドリ王女は、天皇を拒絶し、死者として使わされた、早草明王子と結婚してしまった。指示を国事に及ぼさぬよう一度は黙認した天皇だったが、増長した二人は、反逆を企てるにまで至っため激怒して中殺した。その後は外交に注力しつつ、即位87年に崩御。 八十七年の春正月の土のえねえの水の塔に、天皇、リマシヌ、日本書記。この天皇の五年、文中堤防の年の八月十五日にリマシ古事記。日本書記の伝えるところによれば、以下の通りである。日本書記に記述される在位を機械的に西暦に置き換えた年代については、上古天皇の在位年と、西暦対象表の一覧を参照。 即位後は、と、それまでの山との、または、大隅宮から、大友氏などが、本拠地を置いていた南波に遷都し、見合いを、南波高津宮、何和の高津の宮とした。旧市については、江戸時代の頃より小説ある。現在の高津旧市の石踏みは、明治三十三年、千百九十九年に、南波神社と高津神社において取り行われた。 忍徳天の1500年大祭を祝して設置され、その後に移設されたものである。三朝の名は、モーズ、耳原中良、モズの耳原の中の三朝宮内町により、大阪府堺市堺区大仙町にある遺跡名、大仙陵古墳、大仙古墳に事情されている。宮内町上の形式は、前方公園。墳九町二十五メートル、公園部八十六。 33メートル、前方部幅347メートルもあるという調査結果が2018年4月12日に発表された。噴球町、大石ともに日本一の前方公園噴であり、世界的に見ても最大級の噴墓である。古時記には、五稜は、モズの耳原にあり、日本初期には、ことぶきミソサギであったと記され、87年冬10月の、 水野と羊のついたち土の投資に、モズやりょう、モズ野の,のみささぎに、そう、ハブリーマツとある。演技式書料りょうには、モズ、耳原中りょう、み国王取り群、超域東材八町南北八町りょうこごけむり、と記されている。りょう名の由来は、りょうぼ増営中に、野から鹿が走り込んできて絶命。その鹿の耳の中から、 モズが現れたことから地名を、モズ耳原と名付けられる。なお、モズは、大阪府の鳥である。また、この古墳の北と南にも大古墳があり、北陵は、半税天皇陵、南陵は、李中天皇陵、中陵と名付けられている。また、皇居では、高齢殿、九中三殿の一つにおいて、他の歴代天皇、皇族と共に、天皇の霊が祀られている。 王神天皇十一年、本田天皇。王神天皇は、日向国の上長姫という麗しい娘の噂を聞き、二年後に、とえ召し上げた。初見君、牛諸い、諸方の君牛諸いという皇族の娘である。その上長姫が何言わずに到着し、食わず夕に泊まっていた際、即位前の大みそさ財村、仁徳天皇は一目見るなり惚れ込んでしまった。 そこで大臣の竹内すくねを通じて、上長姫を譲ってもらえないか頼み込みだ。そこで、本田天皇は初めて、上長姫を召した宴席に、大晦サザイ御子を加わらせた。そして、上長姫を指して、歌を詠んだ。この歌は、天皇が上長姫を諦めることを意味していた。喜んだ大晦ザイソンは変化をした。大と長姫はすぐに年頃となり、 二人、霧で歌を読み合った。日本書紀の即位六十年以降には、いくつかの期間が記されている。日本書紀王神期における備行行や枯れの船の逸話が、古事記では、忍徳期にある。このように辞席の一部が、父の王神天皇と重複、類似することから、元来は一人の天皇の辞席を二人に分けたという、説がある。また逆に、張馬国風土記においては、 大佐崎の天皇と南波高津宮天皇として書き分けられており、二人の天皇の自責を一人に合成したとする見方もある。なお、双女は国伝に記される和の五王中の三、または陳、あるいは武の祖とされるねじめに否定する説があるが、確定していない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。